毎月第1金曜日は体のことは千里に聞こう。阪急南千里駅のすぐ近くにあります済生会千里病院からドクターなどお迎えしております。今月は消化器内科主任部長由良守先生です。改めて由良先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。テーマピロリ菌と胃炎のお話ということでね、質問もたくさん来てます。まずはラジオネームピーナッツさん、ピロリっていう名前よく聞きますが、どんな菌ですか、うん、胃がんとはどう関係しているんでしょうかって、まあ、名前知ってる人多いと思うんですけど、詳しくは分からない人が多いと思うので、はい、先生この質問いかがでしょうか。ですね、まあ、正式にはヘリコバクターピロリ菌って言うんですけども、うん、はい、まあ、なんかちょうどピーナッツさんという方からお手紙いただいたんですけども、はい、そのピーナッツの殻をこう引き伸ばしたような螺旋の形してまして、そこに弁毛という尻尾がこう何本かついてます。で人間の胃の中に住み着いて、うん、まあ、慢性胃炎や胃潰瘍とか十二指腸潰瘍、胃がんなどの、まあ、原因になる菌なんですね、うん。で、まあ、ただしピロリ菌に感染したすべての人が胃がんになるわけではありませんで、うん、まあ、慢性胃炎から萎縮性胃炎という状態になってから、まあ、何十年もかかって、まあ、胃がんができることもある。お で、うん、ですから、まあ、ピロリ菌かかっている人の、まあ、大体1000人に1人ぐらいの割合ではがんになるんじゃないかというふうに言われています。じゃあピロリピロリってあんまりいたずらに恐れなくてもって感じですよね。いやでもやっぱり最近の日本人は皆さん長生きですから、うん、長生きすればするほどやっぱりそういうがんになるリスクっていうのありますので、確かに、はい、やっぱり厄介な菌には変わりないですね。注意しとくに越したことはないっていうね、はいはい、ピーナッツさん、なんか名前の通り、ね、ピーナッツの殻引き伸ばしたような形だと、こう覚えやすいですね。覚えやすいですね、はいはい。じゃあ次のリスナーさんに行きましょうかね。ラジオネームまるちゃんという方からいただきました。食べ物を消化する胃、うん、っていうことはピロリも胃酸でやられてしまうと思うのですが、どうして生存できるんですかって、なかなか鋭い質問ですよね、はい。まるちゃんの質問、どうして生きられるんですか、うん、ピロリは。はい、そうですね、まあ、おっしゃる通りなんですけども、まあ、実はピロリ菌というのもそのままの状態で胃酸のような液体の中に入れられると、はい、20分ぐらいで死滅してしまうというふうに言われています。あれ死んじゃうんですね、やっぱり、まあ、ですから健康な大人の人に少々ピロリ菌が入ってもピロリ菌は移りません、はいはい、うん。でそのため、まあ、ピロリ菌は5歳ぐらいまでの、うん、まあ、胃酸などの分泌をする力が弱い幼児に感染します。あ、でその上ピロリ菌は自分で、まあ、胃酸の弱い場所に移動できる能力があります。ほう、そこでまたその、自分の体からアンモニアを産生して、うん、自分の周りにバリアを作るですね、ほう、それで胃酸から自分の身を守ります。だからそうやってピロリ菌は一度胃の中に、まあ、定着してしまうと大人になってもそのままずっと胃の中に生き続けることができるというふうに言われています。結構賢いね、ちゃんと移動するんですね。先生アンモニアってバリアになるんですね、うん、まあ、胃酸は強力な酸なんでそれを中和して自分の生きやすい、はい、状態にするということですね。あ、そうか、アンモニアってアルカリなんです。なんか微妙なんですけども、だいたいアルカリみたいなんで、うん、まあ、中和、中和されちゃう、中和胃酸を、まあ、弱めるということですね。こんな賢いことやっとるんや、すごいですよね。で次の質問です。ラジオネームラベンダーさんですね。年配の方、ピロリ菌に感染している方が多いと聞きますが、うん、どうしてでしょうか、うん、何が原因で感染するんでしょうかって、これは先生どうですか。ですね、感染の原因は大体は分かっているんですけども、うん、まあ、詳しい感染の経路っていうのは実はよく分かってないんです。あら、うん。で、まあ、ずっと昔の、まあ、上下水道などが発達してない時は、まあ、汚染されて井戸水や環境中から感染していたと考えられますけども、うん、はい、まあ、現代ではほとんどが家庭内で人から人へ移っているというふうに考えられます。で、まあ、つまりさっき申しましたようにピロリ菌は子どもの時に感染するので、うん、昔の感染する機会が多かった時代に多くの子どもが感染し、うん、ピロリ菌を持ったまま大人になるので現在の高齢者は感染者が多いです。あ、なるほどね、うん。で一方、まあ、戦後
まあ、衛生環境が良くなって感染する機会が減ると、うん、子どもの時にピロリ菌にかからなかった人は、うん、ピロリ菌を持たないまま大人になります。そのため現代の若い人はピロリ菌の感染者は少ないですし、うん、その人たちが今後高齢者になったからといって、うん、ピロリ菌にかかるわけではありません。おお、そっか。で、まあ、大雑把に言うと現在80歳ぐらいの方で大体半数ぐらいの方がピロリ菌に感染していますけども、うんうんうん、まあ、40代ぐらいの人では大体10から20% ぐらいというふうに言われています。うん、今先生に資料を、ね、いただきましてですね、はい、年代別の感染率って2017年の推定値なんだけど、はい、確かに1940年代生まれっていう、まあ、だから2017年の数字なんで、うん、まあ、80近い人だと本当に 45.8% で、はい、1950年代生まれもそれに近くって 43.4%、はい、うんうん、60年代生まれはそれでも 29.2% って3割近くいるんですね、うん、やっぱり ね、 そうですね、うん、で70年代生まれが 20% ぐらいだから、はい、あらま。でも80年代になったら 11% に急に減ってるから、うんうんうん、やっぱり年配の方ほど多いんだよね。多いんですね。面白いですね。でもね、これは、はあ、まあまあ、うん、5歳ぐらいまでに感染しちゃうっていうことで、うんうん、衛生状態なんですね、やっぱりね。そこですね。うん、では次、ラストですね。翼さんです、ラジオネーム、はい、胃の痛みがあり病院に行ったところ、うん、ピロリ菌が見つかり薬で治療したことがあります。はい、ピロリ菌は知っていましたがまさか自分が感染しているとは思いませんでした。今後も定期的に病院に行こうと思ってますが、生活する上で気をつけた方がいいことなどあれば教えてください。実際にこれピロリの除菌された方みたいですけど、うん、先生どうでしょうか。まあ、この方は症状があって病院に帰ったみたいなんですけども、うんうん、ピロリ菌にかかっていても多くの場合は無症状です、はい、うん、で、まあ、ただし胃潰瘍や胃がんなどができると症状が出ます。うん、ですから症状がないからといってピロリ菌がいないとは限りません。はい、はい、で、まあ、この方みたいにピロリ菌は一度除菌治療をして菌が消えれば、うん、まあ、大人の場合には再びかかるっていうことはほとんどあります。はい、はい、うん、ただし、まあ、ピロリ菌を除菌したからといって、まあ、胃がんになるリスクがゼロになるわけではないので、うんうんうん、まあ、1年に1回程度胃カメラの検査を受けていただいた方がいいと思います。なるほどね。うん、いや、まあ、でもピロリについてすごくよく分かりました。はい、でこれいただいた資料を見てるとピロリ菌って先生比較的最近分かったんですね、これね。そうですね、だいたい40年ぐらい前ですね。1982年にオーストラリアのウォーレンとマーシャルっていう人が発見したって言って、はい、マーシャルは自分でピロリ菌を大量に飲んで胃炎が起こることを証明したって、これ本当の話なんですか。まあ、もちろんそのためにこの方はノーベル賞をもらってますので。あ、ノーベル医学賞。はい、すごいですね。自分の体張ってますよね。すごいことやってますね、これは。でもね、ピロリっていうのがこれ比較的最近って40年前やから、はい、昔はだから分かんなかったって考えた時に、先生今胃がんっていうのはですよね、あの昔の昭和の時代に比べたらだいぶ日本人減ってるんでしたっけ。どうでしたっけ。まあ、あのやっぱりがんので亡くなる方は多いんですけども、うん、やっぱり最近は大腸がんの方が増えてきたりということもありますので、ですよね。まあ、相対的に胃がんは減ってきてはいるとは思います。うん、ピロリが分かったこととこの辺って関係があるんですか。ね、そうですね。まあ、ただしあの先ほど申しましたように、まあ、高齢者の方はまたまだピロリ菌をたくさん持っておられますので、はい、まあ、今後先は分からないですけども、うん、またやっぱり現在でもあの胃がんは怖い病気なので、うん、やっぱり定期的に胃カメラをすることをお勧めします。なるほどね。うん、まあ、あの症状がなくてもそういう意味ではピロリの検査ってやっぱり先生リスナーさん一回はやっといた方がいいんでしょうか。ですね、それがちょっと実は難しいところなんですけども、はい、病院に行ってピロリの検査をしてくださいって言っても、うん、それはちょっと保険ではすぐはできないんですね。そうか。まずやっぱり胃炎とかそういうのがないかどうかっていうのを、あの胃カメラでちゃんと検査をしてその上でピロリ菌の検査をするという流れになります。うんうんうん、なるほどね。そうなってくると、まあ、本当にあれですね、はい、そのまず自分が普段からですね、はい、こう胃にちょっとでもこう症状があって、でなんか持たれるとかね、おかしいと少しでもおかしかったらやっぱり行った方がいいですよね。そうですね。まあ、最近はもう胃カメラ の、 あのするリスク、あのリスクとか、まあ、あの敷居は低くなってますので、はい、あの
気軽に病院の方に来ていただければいいかと思います。なんか胃カメラって怖いっていうイメージがありますよね。はい、道越えやったことある？やったことないです。先生、最近はもう随分進歩してるんですか、胃カメラ？まあ、やっぱり多くの病院では鎮静剤って言って、はい、まあ、眠くなるようなお薬を使ってすることもできますし、うん、あ、まあ、もしくは頸鼻内視鏡といって、はい、鼻から入れる細い内視鏡であれば、うん、あまりそのおえという反射が出ないですので、まあ、そちらの方を好んでされる方もいます。はあ、なるほど。なるほどね、うん、鼻からじゃあそのまま胃の方にっていうことですか？そうですね、細い同じような胃カメラを入れるというそういう検査になります。すごいですね。僕も昔、はい、それ一回やったことあるけど、はい、どうでした？やっぱり楽ですよ。あ、あれね、なんかちょっと太いイメージ私ありましたもん。細いというよりもね、鼻から入るぐらい細いから、だからそれだとすごい楽ですよね。おえっとならないんですよね。あとでも鎮静もすごく楽だし、そう考えたら随分先生やっぱり進歩しましたですね。そうですね、どんどん画質も良くなってますので、なるほど、まあ、カメラで見ただけである程度の、まあ、病気の種類まで、うんうん、分かります。なるほどね、うんうん、でもしピロリが見つかったら、さっきのね、この質問者の方も書いてましたけど、はい、翼さんですか、はい、まあ、除菌治療をすることができるんですね、先生。そうですね、1週間3種類のお薬を飲んでいただくという治療で、まあ、大体 90% 近くの方は除菌できますので、はいはい、ピロリ菌がいたとしても、まあ、心配することはないです。あ、飲み薬で除菌できるんですね。そうですね、はい、へえ。でも除菌したから安心ではないと先生さっきおっしゃってましたけど、ね、はい、うん、これはどういうことなんですか？ピロリがいなくなったからといって、うん、まあ、先ほども言いましたように、まあ、がんになるリスクがゼロになるわけではないですし、うん、でやっぱりその胃潰瘍とかも、うん、まあ、ピロリがいなくてもなる人はいますので、はい、うん、そうすると定期的な胃カメラ検査ってやっぱり欠かせないですよね。そうですね、症状が出ないうちに、まあ、何か病気を見つけるということが大事だと思います。なるほど、まあ、早め早めがね大事かなと思います。はい、でもこういう検査をするときはやっぱり消化器内科っていうところですか、先生？どうなんでしょう？そうですね、はい、消化器内科です、はい、その辺は皆さんちゃんと覚えておいて。そうですね、本当ですよね、まずはどこに行けばいいのかって悩むとこですからね。はい、はい、いや、まあ、でも今日いろいろピロリについて伺ったので、はい、皆さん思うところあったらぜひね。うん、先生、最後に何かリスナーさんにメッセージがあればお願いします。そうですね、まあ、ピロリ菌というのは、まあ、まあ、今までお話ししたように、まあ、いろいろ最近になって分かってきたところもあるんですけども、うん、まあ、治療することによって胃がんとかを予防できるという、うん、そういうことも分かってますので、はい、はい、症状があればお気軽に病院の方に受診していただければよろしいかと思います。はい、予防対策としてね、はい、ここまで分かっていたらね、やっぱりやらなきゃ損ですからね。そりゃそうですね、うん、防げるものは防ごうということで、はいはい、そういう意味ではピロリ、うん、対策できるからね、うんうんうん、皆さんいたずらに恐れずにということでお願いいたします。はい、ということで先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼しました。今日は消化器内科主任部長の由良守先生にお話伺いました。そして次回11月のテーマが口腔外科について、はい、口腔外科ってどんなところっていうことで、うん、メール、ファックスでどんどん質問をお送りください。締め切りは、はい、10月の25日金曜日までとなっております。はい、と言いながらまだあると思ってたらあっという間に来ちゃうからね、はい、うん、ぜひ番組ホームページからもメッセージフォームがありますのでお送りください。ということで本日は消化器内科主任部長由良守先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。